お疲れ様です。お疲れ様です。今1000と5000が終わったんですね。はい。疲労はどうですか？やばいです。え、今のところの乱色サトの勝敗を教えてもらってます。あ、知ってるんですか？いや、もう全部負けてます。ボロ負けです。ちょっと圧倒的でしたよね。強いですね、乱色さん。でも、てか次のエリミではぶち抜いてくれる。頑張ります。うちのスプリンターでも何か入れるんで、はい、そこがちょっと見物というか面白いところですよね。最初打ち合わせもいいですか？ダーシュクさん潰すために。そうしますか？一瞬ずつ下で落ちてくるんで。ああ、確かに。あ、ダニエル、ちょっとだけいい？あれ？ちょっと、あれ？あの、スプリントスいなくなるかもしれない。いなくなります。足がきついですね、リムが。リム走ります。あ、いた。うちの北さん。北さん。北さんに全てを託します。走ったら、最初に200かっ飛ばしてるな。マジきつい。ダーシュクさんをつかして。ダーシュクさんつかせる。あ、来い。ダーシュク来い。来い。威嚇して200めっちゃ走るみたいな。それやって。それも乱色さんつかなかったら意味ないんで。そうだ、何かつけるたびに超発射高い26秒走る。それはさすがにちょっと。さすがに失礼する。2万円かかってますから。確かに。結構真面目な人。真面目なんで。お願いします。頑張ってください。はい。スタートしていきたいと思います。皆さん、ご準備よろしいでしょうか。試合行ってみましょう。それでは、NBA の前のスタートです。さあ、スタートしました。エリミネーションマイル。この競技はですね、4×400m、1マイルの 11.6km の距離を走っていきます。で、今回は、1周ごとに2人最下位の人が脱落していくという形になります。さあ、今一番後ろ走ってるのが、北さんですね。先ほど出ていた北さん。今回はサンタさんの帽子をかぶって、スタートしていきましたが、ちょっと遅れていますね。さあ、先頭集団非常に混戦しております。まあ、この競技は結局その最後の 400m 通過するときに最下位、今回だと2人にならなければいいので、その駆け引きが非常に見ものになっております。さあ、最後のコーナー回って、さあ、間もなく1周目ですね。さあ、赤の選手が非常にいい走りをしております。で、2番手走っているのが、あの、ニセキリュウ選手ですね。はい。さあ、混戦、さあ、誰が行く？一周目。お、リバラン危ないぞ。お、ギリギリセーフ、危ない、リバラン危ない。リバランオレンジ色の服ですね。さあ、今、脱落したのがニセキリュウ選手ですね。で、まあ、この一周、63秒あたりですかね、結構早く行きましたね。めちゃくちゃ早いですね。さすが。さあ、二周目に行っております。さあ、実はですね、さっきあの、ゴールした時に、まあ、本当は二人脱落なんですけど、あと二人ぐらいなんか、遅れていたので、本当はもう、2人脱落者決まっていたんですが、まあ、そんなこと走ってる時全然わからないので、もう真剣にこの時走っております。さあ、いいペースで進んでいきますね。さあ、乱色さんがちょっと上げてますね。乱色さん上げてます。先頭が乱色さんで、2番手がリバランといったところで競技が進んでいます。この時の心境どうだったんですか、リバラン選手。そうですね、あの、きつかったです。1000、5000やってこの競技なので、めちゃくちゃきつかったです。でも本当、乱色さんがいい動きで走っていますね。さあ、間もなく2周目の通過になります。さあ、上がってきた。さあ、この時順位が全くわからないので、さあ、上げています。さあ、上がりましたが、実はですね、この後ろにまだ選手がいるので、結局みんな大丈夫だったんですけど。さあ、でも、さあ、だいぶもう800通過してだいぶきつそうですね。皆さん非常にきつい。さあ、ほぼもうここでリバランと乱色さんの一騎打ちといった形ですが、いや、乱色さん非常に動きがいいですね。乱色シャンって言ったことだ。乱色さん非常に動きがいい。さあ、リバランついていくことができるか。もうこの2人の戦いといっても過言ではないが、ちょっとリバランきつそうだ。さあ、3番手4番手の選手はもうここからはきついといったところでしょうか。さあ、間もなく3周目の通過になりますね。さあ、乱色さん非常にいい走り。この時リバランどういった心境だったんでしょうか。そうですね、もう無理だと思いました。本当に乱色さんが強すぎて。さあ、ここで乱色さんが腕を上げて、来い来いと、さあ、大会を盛り上げてきます。さあ、リバラン真剣に走る。さあ、リバラン真剣に走っているが、さあ、間もなくラスト1周です。さあ、リバランラスト1周。
さあ、いったここでラスト1周、ちょっと蘭食さんとの差が空いているが、きついか、これはきついか。さあ、ここでリバラン上げる。リバラン少しずつ距離を縮める。さあ、蘭食さんも少し疲れが見えてきたか。もう3番手4番手選手はちょっと厳しいか。さあ来た、ここで。さあラスト、おー、リバラン上げた。ここでリバラン選手上げております。お、リバラン抜いた、リバラン抜いたぞ。さあ果たして、お、ここで蘭食さんが抜き返す、蘭食さんが抜き返す、非常にいい戦い。さあリバランつくことができるか。リバラン頑張れ、リバラン最後まで。さあ蘭食さんラストスパートをかけています。非常にいい走り。さあ蘭食さん早い。さあ蘭食さんラストの直線、手を挙げた。蘭食さん手を挙げた。さあ蘭食さん行くか、このまま行くか。右手を回して蘭食さんゴール。さあリバランもゴールしました。ラスト1周68秒あたりいるのか。お疲れ様でした、お疲れ様でした。お疲れ様です。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後のマイルってどうだったの？わかんないです。あれですもん、200ですもん。そうだね、まあ、もう実質全敗です。もう全部2位でした、本当に。いや楽しかったね。楽しかったです。やっぱり蘭食さん強いですね。まあでも前哨戦ですから。まあそうですね、ビヨンドですよ。ビヨンド頑張りましょう。あ、でも蘭食さんあれですもんね、次抱負、抱負、はい。あ、マローカップの大阪があるんで、ぜひあのエントリーしてください。次回来年の1月のマローカップ行かせてもらうので。え、マジで？行けたら行きます。ありがとうございます。あと来年もありますから、ちょっとこのままじゃ終われないです。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。蘭食さんの動画もぜひ見てください、概要欄にあります。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた、ありがとうございます。はい、ということでここからはおまけでですね、マイルリレーをお送りしたいと思います。さあリバランがオレンジ色の服ですね。はい、リバランスタートした。はい、リバランスタートしていきました。オレンジ色の2番手で今回マイルでリレーが回ってくるという、即席チームにしてはめちゃくちゃ速い、ね、高速レースになったんですが、リバラン頑張って走っております。このリレーに関しては、あの蘭食さんが 200m のなんか人数多かったので200しかいなかったんで、もうリバランだけ400走っております。さあここで早くもリバラン抜かれましたね。はい、 200m 持たずにリバラン抜かれました。この200通過28秒あたりで通過していきましたね、まあ、結構リバラン頑張っているんですが、それ以上に他の選手が速いと。さあリバラン3番手です。もう早くも4番手の人が来て、結構後続来てますね。いや速いなみんな。さあ赤の選手非常に速い、ストライドが広いですね。さあリバラン2番手は違う、何番手で来るか。3番手でもない、あ、リバラン4番手で来ました、なんとか来た。さあリバランバトン渡した、58秒、リバラン何気に58秒で走っております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕たちのチームは2番でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー楽しかったです。いやありがとうございました。きついですね。このなんか雰囲気いいですね、マイルの終わった後の終わった後の